どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はウクレレのこの弾き方に特化した動画のシリーズで、いきたいと思うんですけれども、ですね、中級シリーズということでガズペジオという弾き方、こちらをやっています。はい。で、ちなみにこのウクレレがね、初心者の方でも全くわかんない方でも、どんどん弾けるようになるというプログラム、ここにリンク貼っておきます。全然わかんない方、ここの、一番最初から見始めてきて、またここまで戻ってきてくださいね。で、今日やるガズペジオ、どんなことか、ちょっとやってみましょう。こんな感じ。こういう感じの。ちょっとは、いつも、これ、弾き方ガズレレ YouTube でもいっぱい出てくるんですけど、ちょっとピアノっぽいっていう表現をしてます。アルペジオという弾き方があるんですよ。それにすごく似ているんですよ。アルペジオっていうのは、じゃあ C で弾くとこうですね。ガズペジオはこうです。ちょっとこっちの方が、なんていうのかな、迫力があるというか、ちょっとだけゴージャスになるという感じで。アルペジオは本当にちょっとこう、切ない、こう、細い感じのイメージなんですけど、ガズペジオはピアノで、ダンドン、ダンドンというイメージ。こういうイメージを持ってもらうといいんですけど、このね、ガズペジオという弾き方は、まずね、ですね、アルペジオの弾き方、これを、まず分かっていただいた上の方がもうダントツ早いんで、まずですね、この動画ね、まず、この、ここ、言ってください。このアルペジオの弾き方、が分かった人はもうこれすぐできるやつなんで、まずこのアルペジオを基本に考えて、ちょっとこの動画でまず練習してまたここに戻ってきてほしいんですけど、ちょっとガズペジオの弾き方またね、ちょっと見やすい、さらに見やすい角度からお届けしようと思いますんで、今から画面切り替わります。またここに戻ってきますね。はい、じゃあちょっと皆さん楽しくレッスンしましょう。はい、こちらにやってまいりました。じゃあまあいつものように皆さんから見やすいようにこういうふうに、この角度でお送りしたいと思います。まずですね、アルペジオの時のもう一回確認ですけど、こっちは1弦でしょ ?1 弦、2弦、3弦、4弦。1弦の時は中指ですよ。1弦中指。2弦は人差し指使ってください。1弦、2弦。3弦と4弦は親指使うという約束でしたら覚えてますか?この指の担当が決まってますからね。そして、この表もこんな感じです。これが1弦よ。2弦、3弦、4弦で、こんな風に、オルゴールみたいに時間が進んでいきますと。ってことはこれ、ここに数字が書いてあるけど、1弦と2弦と4弦を最初に弾いて、次3弦だけ。次1、2弦だけ、3弦だけ。これがずっと繰り返されます。じゃあまずコードは C。ここがちょっと見えないと思うけど、こっちは C を押さえておいて、右手だけに注目ね。はい。でまあこれ、揺れないように、アルペジオの時も言いましたけど、薬指というか小指でここのボディの上をこう、ちょっと固定するといいと思います。で C を押さえておいて、最初、1弦と2弦と4弦ですね。1弦と2弦と4弦を弾く。その次3弦だけボンと弾く。その次は1弦2弦だけ弾く。次3弦をボンと弾く。はい。で、もう一回1弦と2弦と4弦をドーンと弾いて、また3弦を弾いて、次1弦2弦をボンと弾いて、3弦を弾くということです。ちょっとこれ流れでやってみるとゆっくりね。いきます。せーの。はい、こんな感じになる。これ結構ピアノっぽい、このダントンダントンダンとピアノっぽいイメージの時にこのガズペジオは合うかなということで、これね、何回も言いますけど、ガズレレ動画の中でガズペジオは相当いっぱい出てくるんですよ。はい。そしてまあ何回も言うように確認ですけど、この数字は弦の1弦と2弦と4弦ってことですね。3弦、1、2弦、2弦、3弦なんですよね。で、このね、ガズペジオっていう弾き方は、どうしてこのふくよかでちょっとアルペジオよりボリュームがあるかっていうと、この3弦をいっぱい弾くじゃないですか。3弦を。そうするとね、ウクレレって3弦が一番太いんですよね。だから一番太い弦がいつも音が出てるから、ちょっとローが出て迫力が出るというイメージがあると思います。そして結構これ面白いゲームとしては、この4弦に今あるじゃん。これをですね、このボールペンでこう隠しちゃうと、ただずっと交互に、ダントン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 っていう風に繰り返されるんですね。この要は、このリズムの頭の時に4弦を入れてあげて、ちょっとこのアクセントつけてるってことなんですね。こういうことです。基本的にはこれだけでもいけちゃうんですよ、本当は。じゃあこれやってみましょうか。あ、C 押さえて。これでも十分いいとは思うんですけど、でもやっぱり4弦を入れてあって、頭にね、ちょんと4弦を入れてあげる、この親指をね。はい。こんな感じがガズペジオの基本です。で、こんな感じでワンブロック、コードが2個出てきた場合はどうするかというと、じゃあ C から F でいくと、こんな感じかな。C、F、G7、Am だとすると、C、C、
F F G 7 G 7 A マイナー A マイナー、つまりこのパターンでもこの弾き方全く変わらないということを覚えておくといいと思います。とにかくこれね、実はね、アルペジオよりガズペジオの方が後にこれ一応習った方がいいという順番なんですけど、アルペジオより実は簡単なんですよね。でも説明するときにアルペジオが分かっている方が、しやすいんで、ガズペジオはアルペジオの後に覚えた方がいいと。でこっちの方は使用頻度は高いんでね、はい。最近やった曲で言うとね、やっぱね、あのジョン・レノンのイマジン、マジンベッドF. It's easy if you try. こんな感じ、ピアノっぽい感じの響き。これがガズペジオです。ガズペジオはアルペジオができている人にとってはあっという間にできると思います。で、ガズペジオを最初に見ちゃうとちょっと難しいかもしれないんで、ちょっとわかんなくなっちゃったって方は、アルペジオの動画に戻ってください。アルペジオのリンク貼っときますからね。アルペジオでもう一回確認して、アルペジオが分かった上で戻ってくるとさらにこのガズペジオの動画は分かるようになってます。はい。それでは先ほどのスタジオに戻ります。はい、皆さん、どうだった？ちょっとやっぱり分かりやすいでしょ？で、これはですね、アルペジオが理解できてる人はもうあっという間にできるやつだと思うんですよ。そして、案外ですね、アルペジオよりもガズペジオの方が、使用頻度は相当高いと思いますんでね。で、同じですよ。アルペジオの時みたいに、この手首がね、こう、まあ、C を押さえて、こういう風にぴょん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 しないように、ここ、使ってないね、この右手の小指とか薬指をボディにこういう風に当てといて、こう安定させるのがいいです。ここ見てほら。このボディでここに止めてるから手がこうピョンピョンしなくて済むんでね。はい。そんなことも、ちょっと加味していただきたいと思います。で、一応ここでちょっと補足してると、こういうパターンあるじゃないですか。ワンブロックにコードが4つ入ってるパターンのガズペジオも一応ここでさらっと言っとくと、こんな感じで、毎回ね、3弦入れていく。こういうのももうオリジナルのアレンジでいいと思います。はい。この親指、で3弦が常になってるからこのウクレレの中では迫力がある音が出る。3弦が一番太いからね、さっきの動画の中でも言いましたけど、だからこのガズペジオっていうのはアルペジオよりもちょっとこうふくよかな、迫力が出せるということでございます。まあいろんなリズムでいろんな曲を弾く、これやっぱり楽しいですからね。ぜひこのガズペジオという弾き方も皆さんの表現の一つに加えていただければと思います。あとガズレレではいろんなことやっております。このウクレレ、このコンサートウクレレとかウクレレとかの販売もやってたり、このキャップとかね、こうストラップとかもこれ販売してたり、 T シャツとかね、いろんなグッズもあります。あとアプリもあるんですよ。ガズレシピというガズレレ初のアプリ。こんなような最新情報いっぱいこのガズレレ .com で、見てください。このガズレレホームページなんですけど、ここ見てくれると最新情報がいろいろ分かるようになってます。はい、ホームページのリンクもここに貼っておきます。あとこの2つの本、リットミュージックの方もこれベストセラーになってますね。これもぜひご活用してください。この本のね、関東部分にはこのガズペジオのこともちょっと説明で触れてますんで、こういうのもご活用していただければと思います。さあ皆さん楽しく音楽やりましょう。それでは皆さん、さようなら。